こんにちは、ドリームクリエイターの銀です。私、間違ってました。銀プロジェクト。先週、お銀は考えたんだ。最近やたら女子力って女子力を語ってるけど、果たして本当にお銀に女子力を語る資格があるのか。女子力を語る前に何か重要なことを忘れてるんじゃないか。まず男子力を知る必要があるのではないか。女の私には知りえない男子力を知ってこそ本当の女子力を語れるのではないか。今日は男子力を知るために、未だかつて女子が踏み込むことができなかった男子の領域にお銀は踏み込んでみようと思う。こいつを見てくれ。約2ヶ月ムダ毛を処理していない。カメラ越しにはあまりよく見えないが結構生えてる。そう、今日は男子なら誰しもが必ず一度は体験するガムテープで一気にすね毛を引き抜くあれを体験してみたいと思う。ガムテープを貼っていく。なんでこの貼る瞬間にすね毛の先端にふわっと触れる粘着質の緊張感、恐ろしい。怖え。なんだこの言い知れぬ恐怖。いくよ。うわ、3、2、1。ヒリヒリする足首がヒリヒリする。全然取れてない。でもね、これ今見えないと思いますけど、あれだよ、もう粘着がもうないのね。なぜかっていうと、よく見るとね、これ角質かな。皮膚の角質だね、これ。角質取れました。くそ、これじゃ男子の気持ちが分かんないじゃん。みんな、聞いてくれ。布ガムテープ。これは、いけるだろう。こいつはやるやつや。じゃあ足にセットする。よし。さっきまでとの緊張感とまるで違うな。粘着のレベルが違うよ。これはいけそう。いけそうだけど怖いな。あーもう、あー、こんなちょっと今先端をこうふいってやっただけでもあーだ。よし、それじゃあ今度こそ男子の気持ち味わってみたいと思います。3、2、1。やっぱり取れたのは角質でした。すね毛が抜ける男子の気持ちは味わえなかったけど、ガムテープを剥がす時の男子の気持ちはよく分かったよ。これからも銀は女子力とともに男子力も追求していきたいと思う。みんなよかったら見守っててくれ。それじゃあまた。動画を見てくれてありがとう。こんな感じでくったらないことしてるから、よかったら他の動画も見てね。で、面白いなって思ったらチャンネル登録もよろしく。 Twitter とかもやってるから別にフォローしてくれてもいいんだからね。それじゃまたね。